京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、オリックスバファローズ対北海道日本ハムファイターズの12回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、連勝が続くとだんだんと先発ピッチャーがプレッシャーに感じるとも聞くんですが、いかがですか？まあそうですよね、そろそろ負けるんじゃないかなんていうことを考え出しますね。なるほどね。さあバッターは中田。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。初球は何から入ってくるか。一塁牽制球、一塁はセーフ、ストライクを取ってこれで追い込んだ。改めてお聞きします、バッターボックスの中田、どういうバッターなんでしょうか？ランナーがいる時に限ってホームランを。これはバット出ず三振です。アウトコースへ丁寧なピッチングで三振です。あそこは打ってもまず長打にならないコースですよね。はい、長打の期待もありましたがあえなく三振です。守ります。1回の裏、これからバファローズの攻撃が始まります。バファローズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますファイターズはご覧のような守備陣です。ファイターズマウンドに上がるのは先発のマルティネス。さあバファローズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターはキース。昨日のゲームでホームランを含む猛打賞を記録しています。しっかり打点を上げていい働きしましたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。打ちました、痛烈な打球、伸びていく、どうだ、入りました、ホームラン、先制ホームランです。バファローズこれでシーズン本塁打記録を塗り替えました。バファローズ1点を先制しました。1対0、見事な一発が飛び出しました。体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。しっかり振り抜けてましたし距離も完璧でしたね。先頭打者ホームランが飛び出しました。バッターは牧。バファローズ見事先制点を挙げています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。アウトコース、空振りです。2球目打ちました。この打球はフライになっています。鶴岡が抑えています。ワンアウト。バッターボックス、トレーシー。昨日のゲームではなんとホームランを含む6安打の大活躍でした。いやー本当に大爆発でしたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ワンアウトになっています。さて好調バファローズはここまで連勝を伸ばして首位です。真ん中打ちました、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切れました、ファウルボール。打った、高く上がった、さあどうだ、右中間真ん中破りました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達、これで9試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターの小栗、今シーズン得点圏での打率は6割6分4厘となっています。初球打ち伸びていく、どうだ、入れば貴重、ライト見送った、ツーランホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録に並びました。初球でした、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。らしいホームランを見せてくれました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー彼らしい見事な一打でしたね。初回から徐々にリードを広げています。バッターは注目のルーキー鈴木。昨日は驚くような活躍を見せました。いやーもう当たりに当たってましたよね。
本人も何本打ったか分からなくなってたでしょうね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。バファローズさらに得点を上げ引き離しています。引っ張った、取った、一塁送球します。ツーアウトになりました。バッターボックスは6番ブライアント。昨日のゲームはホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。打撃好調でしたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ツーアウトランナーありません。インサイド落ちました。右中間に強い打球、この当たりはどうか。右中間を深々と破るヒットになりました。おっと送球がそれた。バッターランナーは三塁まで進みました。ランナー出ました、オリックスバファローズです。ツーアウトランナー三塁。ここはさすがというバッティングでした。スリーベースヒットを放っています。さすが期待に応えるバッティングでしたね。さあそしてバッターボックスには金村入っています。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。点は取れるときにどんどん取るべきですから、逃さないようにしたいですね。なるほど、そうですね。打った、左中間に大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、4対0バファローズ、なおもチャンスです。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。初回から確実にリードを広げていきます。さあそして打席には村上入ります。さあチャンスが続きます。やはり安易にストライクから入れませんよね。ランナーがいますからね。なるほど、引っ張った、サード取った、一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2本のホームランが飛び出しました。1回終わって4対0バファローズ先制です。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている鶴岡。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。これが2球目、高めの球ストライクになります。ノーボールツーストライクです。打ちました、これはセカンドライナー、ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。4対0バファローズがリードしています。2回裏に入ります。バファローズの攻撃、バッターは水口。前回のゲームでは驚くような活躍を見せました。いやー本当に大爆発でしたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。バファローズリードで迎える、打ちました、センターバック、センターバックする、センターオーバー、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、先頭バッター出ました。バファローズノーアウトランナー二塁です。まずは変化球、バッターボックスのキース、今シーズンの得点圏打率は7割飛んで1厘となっています。さあ3球目は何か、真ん中打ちました、一塁ファールフライ、このフライは切れそうだ、切れました、ファールボールです。これが4球目、アウトコース、これは見送ってボールです。
ここはランナー返せません。ワンアウトランナー二塁と変わります。つなげなかったですね。初球空振りです。ストライク。すぐに追い込みました。低め、これは外れた。さあ4球目は何か。打ちました、痛烈。入れました、ファウルボール。ファウルになります。打ちました、これはどうか。マルティネス、一塁へ。アウト、ツーアウト。さあそしてバッターボックスにはトレーシー入っています。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。ファウルになります。緩いボール決まっています、膝元。ストライクを先行させていきます。追い込みました、打ちました、いい打球だ。ライトが追いかける。ぐんぐん打球をそのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。追い込まれてからの変化球、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ6対0になりました。クリーンナップから飛び出した一発になりました。その差を6点と突き放しました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、彼らしい見事な一打でしたね。またしても点が入りました。序盤で早くもリードを広げています。バッターボックスには4番小栗。まあ、ここはさっき打たれたカットボールの使い方は考えなければいけませんね。さあここはどういった攻め。打った、センターに強い打球。ぐんぐん打球は伸びている、伸びて追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー2塁。ファウルになります。痛烈、切れました、ファウルボールです。打った、大きな打球になった。これはどうか、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、7対0。バファローズリードを7点に広げています。バッターボックスには6番ブライアント。さっきのスリーベースはよく走りましたよね。はい、ここも思い切って狙っていってほしいですよね。はい、ここも長打を狙っているんでしょうか。バファローズこの回7人目のバッターになります。まあ次は釣り玉でもいいですね。なるほど。さあ空振り三振、チャンスに打てず三振です。3アウトチェンジ。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。2回の裏7対0、バファローズのリード広がっています。バッターは3番太田。先ほどの打席は内野安打でした。ヒットでランナーを1塁に置いています。さあ2球目は何か。ボールになります。打ちました、打球はレフトへ。ここは打ち上げています。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。ランナー出ましたがファイターズ得点には至りませんでした。7対0、バファローズ大量リードしています。これから3回の裏バファローズの攻撃です。一方ファイターズはピッチャーが変わります。福田がマウンド上に上がっています。点差が大きく開いた序盤からの登板となりました。さあマウンドに上がったのは福田、今シーズン2試合目の登板です。2日連続の登板です。さあ小宮山さん、ピッチャーを変えてきましたね。流れを変えたい。ジャストミート、レフト下がっていく、下がって、入った入った、ソロホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。三塁回って今ホームイン、8対0。さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。8番バッター村上、バファローズホームランで得点を挙げています。アウトコース、ボール、外に決まりました。落ちる球、
打ちました。これは大きい、伸びていく、このフライはどうだ、落ちるか。4球目打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。9番バッター水口、前の打席はツーベースでしたからね、今日はバットが触れてるようなんでここも思い切って狙っていってほしいですね。期待しましょう。ワンアウトになっています。初球から積極的に行きましたがツーアウトとなっています。打順はトップに帰ってヒース、今日はホームランを放っています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね、ここはしっかり狙っていきたいですよね、切りました、ファウルボールです。次が2球目ボールになります。打ちました、これは浅いフライ、ここは打ち上げています。3球目打っていきましたが最後はレフトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。3回終了8対0、バファローズのリード広がっています。バッターは今日 DH に入っているワンボーロン、先ほどの打席でヒットを放っています。フォアボールのランナーが出ています。ここも空振り、打ちました、これはスタンドへ入りそうです。切れました、ファールボール、見逃し三振、スリーアウトチェンジ、ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。8対0バファローズ大量リードしています。オリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。打席には2番バッター牧、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。これは三塁側のスタンドに入ります。次が3球目、これはショート糸原抑えてワンアウト。打順は3番トレーシー、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね、一発が出て余裕もあると思いますけどしっかり集中していってほしいですね、そうですね。まずはワンアウトを取っています。さて今日のファイターズの先発は序盤大量失点で交代したマルティネス、今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。引っ張った、これはどうだ、ファーストの左抜けました、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、三塁タッチはアウト、ツーアウトランナー一塁、バッターは5番鈴木、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。まあこの点差ですからランナーよりもバッターに集中でいいと思いますね。なるほど、このストレートは入りません。バッターの鈴木、今シーズン得点圏での打率は6割7、打ちました。糸原一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。4回終わって8対0バファローズ。打順は1番に帰ります。バッター西川、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。フォアボールのランナーが出ています。ファウルになります。ここはボール球を振らせたいですよね。なるほど、そうですか。さあ外してくるのか、外へのボールは入りません。見逃して三振になります。これでツーアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、選球眼のあるバッターなんでね、不利なカウントにはならないようにしたいですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。打ちました、ピッチャーゴロです。取った、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがファイターズ得点には至りませんでした。8対0バファローズ大量リードしています。5回の裏バファローズの攻撃、6番バッターブライアント、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。
バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで5回の攻撃に入りました。打順は7番金村、先ほどの打席でソロホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。レフト入った。ホームラン、ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。追加点が入りました。オリックスバファローズ10対0。鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターボックスは8番村上。バファローズホームランで得点を挙げています。初球大きく外れています。インコースに持っていきました。打ちました。抜けていきます。これで3連打。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは9番水口。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。走ってきた。キャッチャー送球して盗塁成功です。まあ得点差がありますから、バッターを打ち取ることに重きを置いていればいい。打ちました。ショート取った。一塁送球します。アウト、ワンアウト。ピッチャーの状態なんですが、やや疲れを感じているのかもしれません。小宮山さん、どうご覧になりますか？そうですね、球数自体は多くないとは思うんですけど、まあ、疲れという面ではちょっと気になりますけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。2球目打ちました。レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。伸び、入りました。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。真ん中にすっと入ってきた変化球、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。カーブが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。2番バッター牧。バファローズホームランで得点を挙げています。さあ、まず1球目打ちました。伸びていく。この打球は落ちそうだ。ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで8試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。最初は変化球できました。インサイド落ちました。ファウルになります。バッターボックスのトレーシー、今シーズンの得点圏打率は8割ちょうど。打ちました。いい当たりだ。ライトが下がっていく。入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。強引に引っ張った当たりはスタンドに届いていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ14対0。らしいホームランを見せてくれました。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。小宮山さん、どうご覧になりますか？苦しいピッチングになってきましたよね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。あっと、デッドボールだ。当たってしまいました。完全にファイターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の鈴木。さあ、マウンドを任されたのは鈴木。今シーズン8試合目の登板です。これで3日連続での登板となりました。セーフ。ランナースタート。キャッチャー2塁送球する。盗塁成功。まあこの点差ですから、ランナーよりもバッターに集中でいいと思いますね。打ちました。渡辺、1塁を送ります。2アウトになりました。これは進塁打になりました。バッターボックスは6番ブライアント。先ほどのヒットはいい当たりでしたから、ここは注意しないといけませんね。そうですね。バファローズこの回はインサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、15対0。バファローズちょっと一方的になっています。バッターボックスには7番金村。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。初球打ち、これはどうか。センターに抜ける。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ホームに送球。これで4打席連続のヒット。ツーアウトランナー三塁一塁。バッターボックス村上。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトながらランナー三塁一塁。インサイド落ちました。切りました。ファールボールです。打ちました。糸原、一塁へ。アウト。
際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。5回終わって15対0、バファローズのリード広がっています。1回の裏、この回の先頭バッターキース、初回先頭打者ホームラン、バファローズこの一発で先手を取ります。続く攻撃、ワンアウトで2塁にランナーを置いてバッターは指名打者小栗、その初球でした。バファローズ2点を追加します。さらに続きます、2アウト3塁の場面、7番バッター金村、初球を叩いてタイムリー、バファローズ1点を追加します。2回の裏、ツーアウトで2塁にランナーを置いて迎えるは3番トレーシー、追い込まれてからの一発、バファローズ2点を追加します。打席には5番バッター野村、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。そうですね、ヒットでランナーを1塁に置いています。ノーボールツーストライク、打ちました、取った、二塁送球、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー、ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。15対0、バファローズ大量リードしています。6回の裏、バファローズの攻撃、バッターボックス水口、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。打ちました、これは大きい、伸びていく、センター深いところ破っていきました、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。今日もマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。打順はトップに帰ってヒース、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。そうですね、ヒットでランナーを2塁に置いています。2球目は何で来るか、打ちました、右中間に大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、右中間破っていきました、セカンドランナーホームイン、打ったバッターセカンド待って3塁に向かう、バッターランナーは3塁到達、バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、バファローズなおもチャンスです。2番バッター牧、前の打席はツーベースでしたからね、はい、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。そうですね、初球打ち、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになった、サードランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ、バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、バファローズちょっと一方的になってきました。打席には3番バッタートレーシー、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、打った、大きな打球になった、さあどうだ、右中間真ん中破りました、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、バファローズ大量リードとなっています。バッターは DH 小栗、先ほどの打席はデッドボールでした。まずは変化球から入りました、これが2球目、ボールです。追い込まれました、ワンボールツーストライクです。見送ってボール、打ちました、ショート取った、一塁送球アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。打順は5番鈴木、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナー三塁です。
引っ張った。この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。見事なタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になっています。バッターボックスブライアント、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。バファローズ打ちました。糸原一塁送球、アウト、ツーアウト。7番バッター金村、今日はここまでホームラン2本を含む4安打を記録しています。いや絶好調です。打ちました。大きな打球になった。レフト下がっていく、レフト見送った。ツーランホームラン、なんと今日3本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ、ここ一番の集中力が光ります。打席には1番バッター村上、今日は盗塁を一つ成功させています。バファローズホームランで得点を挙げています。これも初球打ち、浅いフライ。この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。これでマルチヒット、2アウトランナー1塁。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、とにかくファイターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手のクモン。さあマウンドに上がったのはクモン、今シーズン18試合目の登板です。3連投ということになります。豪快なスイング打ちました。レフトへ打球伸びる、レフトライナー掴んで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。バファローズのリード広がっています。バッターボックスには指名打者のワン・ボーロン、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ前の打席はいいリードでしたよね。まあですから今度はバッターが何を狙ってくるかですよね。そうですね。エラーでランナーが出ています。内へ低めの変化球、あっという間に2ストライクです。3球目は何で来るか、三振を取りました。ワンアウトです。これで10個目の三振を奪いました。ルーキーらしからぬ落ち着いたマウンドさばきですよね。キャッチャーのリードもいいんじゃないでしょうか。はい、もちろんそれも大きいと思いますね。さあこの後もナイスピッチングが続くんでしょうか。楽しみに見ていきましょう。インコース、ノーボールツーストライクです。見逃して三振です。これで2アウト。バッターは9番糸原、前の打席ではフォアボールを選んでいます。2アウトランナー1塁です。ストライクになります。ノーボール2ストライク。インコース詰まりました。金村抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがファイターズ得点には至りませんでした。バファローズ大量リードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、バファローズの攻撃に入ります。小宮山さん、7回でこれだけ点差がついている場合、ベンチとしてはどういった考えを持っているもんなんですか。まあもうほぼしっかり捉えた、これは大きい、伸びていく、レフト深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、これで3打席連続のヒット、ノーアウトランナー2塁です。バッターボックスには代打の羽田。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。まずはボールから入りました。ボールになります。今ベンチに下がっていきます。どうやらどこかに違和感があるようです。今やはり怪我が重いんでしょうか。交代のようです。ファイターズピッチャーが変わります。
マウンドに上がるのは5番手の玉井。初球打ち、これはどうだ。おっと取った。見事起用に応えました。ノーアウトランナー三塁一塁。バッターボックスには3番トレーシー。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと打ちました。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット。バファローズなおも三塁一塁のチャンスです。バッターは DH 小栗。今日は盗塁を2つ決めています。初球打ち、高く上がったライトが下がっていく、入った。ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これでシーズン本塁打記録を更新しました。初球でした。思い切り引っ張った打球は特大の一発となりました。追加点が入りました。オリックスバファローズ鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターボックスには5番鈴木。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。そうですね。バファローズホームランで得点を挙げています。バッターは6番ブライアント。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。ここはストライクゾーンのボールは打ってきますよ。なるほど。さあ何を選択してくるか。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。打ちました。これは浅いフライ。4球目打っていきましたがツーアウトとなっています。バッターボックスは7番金村。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。はい、三遊間糸原抑えて、これで6打席連続のヒット。ツーアウトランナー1塁。バッターボックスには代打の山本。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね。ここは踏ん張りたいところ。インサイド外れます。2球目打ちました。ライトセンター追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。フェンスを越えた。ツーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。真ん中にスッと入ってきた変化球、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。オリックスバファローズ。いやー、これは失投でしたね。そうですね。打席には9番バッター水口。バファローズホームランで得点を挙げています。打った渡辺抑えて、今日も3安打猛打賞。2アウトランナー1塁。ファイターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのはロドリゲス。さあマウンドを任されたのはロドリゲス。今シーズン15試合目の登板です。このゲームもマウンドに登ってきました。初球大きく外れています。スピードボールを持っています。さあ2球目は何か。牽制、一塁はセーフ。アウトコース外れます。この球は外れています。高いバウンド、ファーストを取った。一塁送球します。判定はアウト。スリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。バファローズのリード広がっています。4番
4番バッター中田、先ほどの打席は内野安打でした。セーフ、初球空振りです。危ない球です。変化球タイミング合いません。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。カーブすくい上げた、取ってスリーアウトです。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。バファローズ大量リードしています。8回の裏バファローズの攻撃、今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席は内野安打でした。バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで8回の攻撃に入りました。これはバットが泳ぎます。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。3番バッタートレーシー、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。ロドリゲス、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これが3球目。打った、糸原取って、これで7打席連続のヒット。ワンアウトランナー一塁です。さあバッターは小栗、ここで安打が出ればシーズン最多安打記録に並びます。ファウルになります。次が2球目、低め、これは決まった。あっという間に2ストライクです。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。これでシーズン最多安打記録に並びました。ワンアウトランナー二塁一塁。打ちました。痛烈な打球、大きな打球になった。レフトそのままスタンドに入りました。スリーランホームランが出ました。これで5試合連続のホームラン。初球でした。しっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。追加点が入りました。オリックスバファローズ見事な一発が飛び出しました。打席には6番バッターブライアント、バファローズホームランで得点を挙げています。ファウルです。この打球はライト下がっていく、下がっていく、惜しくも切れてファウルボールです。いい当たり、ライト下がっていく、下がっていく、入りました。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。バッターはダイソーから起用されている吉田、昨日のゲームで驚くような活躍を見せました。いやー、もう当たりに当たってましたよね。本人も何本打ったか分からなくなってたでしょうね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。バファローズホームランで得点を挙げています。ツーアウトになりました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。一、二塁間取りました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。打順は9番水口。さっきはしぶとい内野安打でしたよね。やはり足が速いと有利ですよね。本当にそうですね。バッターボックスには代打の大石。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。最初は変化球できました。2球目は何で来るか。2球目打ちました。ここはフライになっています。ロドリゲスが掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。バファローズのリード広がっています。
今日は見事な完封で白星を挙げました。オリックスバファローズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。いやー、小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。みんなそうですね。これどこまで続くかちょっと楽しみになってきましたね。そうですね、非常に強さを感じました。勝ったオリックスバファローズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のファイターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで京セラドーム大阪から失礼いたします。またのご来場心よりお待ちしております。皆さん